ゴルフ侍道場ラウンドレッスン編パート2。はい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 、すいませんねタイミングが悪くて待ちましたね。こう始まりましたね。宮崎サンシャインカントリークラブお借りしまして、はいはい、サシさんに実際ラウンドしてもらって、井野コーチにチェックしてもらおうということでございます、はい。今回はパー3、はい、いわゆるショートホールでございます、はい、パー3、はい、得意な人もいますし、あ、そうですね、パー3苦手やったよねっていう人もいるんですよ結構。サシさんはどうですか？苦手ですね、どうしてもパートローパートローって思ってしまうことと、どうしても乗せないといけないっていうプレッシャーと、はい。さあということで、はい、こちらは、宮崎サンシャインカントリークラブ13番、はい、ここで165ヤードぐらい、約165、はいはい、のパー3でございます、うん、風がもろアゲインスト、うん、で、カップ位置ピン位置は、左手前でございます、うん、もうこっから見るとグリーンの一番端に切ってあるような感じにも見えますよね。そうですね、はい。さあこことりあえずちょっとやってみましょうか、はい、はい、よろしくお願いします、はい、狙いはどうしましょう？やっぱちょっと風が右から左に来ているようなので、はい、少し右目、ピンの右目を、ピンより右目で、はい、狙いたいと思います、はい、そんなセンターまではいかないということですね。そうですね、はい、あらららら、ちょっとスライスしていったよ。お、バンカー？バンカー手前。バンカー手前ですか。今どうですか？ちょっと当たりが薄かったです。はい。うん、このホールっていうのは縦長ではなくて横長なので、グリーンがですね。そうなんですよ。はい、距離をしっかりジャッジして間違えないようにね、打たなきゃいけないっていうホールだと思うんで。はい、まあ、番手選びは間違ってなかったんだけど、まあ、ショットがちょっとっていううまく、ね、スイングできなかったっていうところが、まあ、右に行ったっていう原因なの で、ね、うん、はい、向いてる方向もすごい良かったですし、はい、うん、ご自分の分析としてはまずもうショットが全然ダメでしたね今のは。今のは、はい、はい、で、まあ、最悪バンカーに入らなかったので、はい、もう本当ラッキーかなと、うんうんうん、あと本当手前っていうのはある程度想定ないんでしたので、はい、じゃああそこから寄せてワンパットでパーと、はい、そうですね、そうですね、そういうことですね、はい、そういうことでいきますか、はい、はい、さあまあまあちょっとショートしてましたね。してましたね、はい、ただまあこのバンカーに入れてしまうと距離もあるし、うん、なかなか脱出も難しいかもしれないですけれども、そうアプローチしやすいっちゃえばしやすいんですかね、まあ、しやすいライだとは思います。ですよね、ただ左足上がりになります、はい、ピンまでは約35ヤード、35、はい、はい、まずじゃあサシさんに、はい、どんな感じでこれ打ちますか？このバンカーを越える距離で打つ、はい、で約35ヤードですかね、はい、もうグリーンとまあまあ、エッジですね、うん、エッジにキャリーすれば転がっていけるのかなと。いいかなと、はい、さあどうでしょう今の狙いで。そうですね、まあ、すごくいい狙い方だと思います、はい、まあ、ここで難しいのはグリーンからピンまでの距離が短い、はい、ちょっとこれがここのライ自体が左足上がりで上げやすい、はい、止めやすい、ただし、まあ、飛ばないライなので、うん、距離をコントロールするのが難しい。なるほど。っていうところでやっぱり距離感がすごい難しいのかなと思うんですけどね。ですね。一番嫌なのはどっかねザクッといってバンカーだったり、ね、すごく距離が残ったりするのが嫌ですもんね。一番ダメなのが今バニーさんが言ったようにバンカーに入るですから、バンカーを超える距離でしっかり打つっていうのがまずはまあポイントかなと思います。ということですね、うん、クラブは、58度のウェッジです。はい、はい、
シャンク。シャンクした。シャンク。なんかやりがちというか、うん、なんかシャンク出る感じがね。ありましたね。はい。はい、なんでシャンクが出たんですか今。まあ見てる感じ、そうですね。ちょっとフェース開いたのかな今。ちょっと開い、はい、開い。高く上げようとしたとか。上げてちょっと高さを出したいなって思いました。ですよね。はい。でプラスやっぱり早くちょっとボールを追いたがってるっていうか、うん、まあ簡単に言うとヘッドアップ、うん、フェース開いてヘッドアップするとどうしてももっともっとフェースが開きやすくてネックの方が先に行ってくるので、まあ、ちょっとシャンクしやすいのかなということですよね、うん、はい。見てて思ったのは、はい、左足上がりで、はい、まあ、こういう斜面なので、はい、別に開かなくても普通で置いても開いた状態では使えるんじゃないかなと思ったんですけど、はい、うんうん、そうですね、まあ、そもそも上がりやすいラインなのでフェースを開かなくてもいいっていうのが、まあ、最初のセットアップのところでもあるかもしれないです。ちょっとあのボールのところでさっきどれぐらい開いたかもう一回そのまんま見せてもらえますか。イメージこれぐらい。あ、結構開いてますね。そうですよね、結構開いたんですよ。これで上げようとしました。でもこれだともう真上にしか上がらないぐらい、うん、まあ、プラスちょっと振らなきゃいけなくなってくるから ねやっぱりね、まあ、それでちょっと突っ込んでですねって感じでしたね、はい、ちょっと色気出たんですね、はい、かっこよく乗せようと思いました、ね、はい、はい、今度は普通に構えて普通に打ってみてください。はい、はい、ちょっと引っかかりましたが、うわー、こぼれた、はい、こういうところって、はい、やっぱちょっと引っかかったり、はい、さっきみたいにちょっとシャンク気味になったり、うん、やっぱなりやすいんですかね。なりやすいと思います、うん、やっぱ最初はね、サシさんちょっと開いてあげたいって思ってたけど、それを今ね開かなくていいっていう方向でやったので、今度はちょっと刺さり始めたっていうね。刺さりますよね、たまに。本当に刺さります、はい。ですよね。これ何が正解っていうか、どうやって打ったらいいんですかね。僕だったら、まあ、まず傾斜地に来たら傾斜に逆らわないっていう、まあ、立ち方をするっていう、うん、まあ、なのでここだったら右にウエイトが少し乗ってたりだとか、うん、で打った後も、まあ、バランスを崩さないように、まあ、右足体重でこう体をバランス取っていくだとか、何かそういうのをこう素振りの中でまずやっていくっていう。じゃあちょっと、はい、井野コーチの、はい、まあ、スタンスの取り方というか、まあ、もちろんここはもう傾斜地で左足上がり、まあ、傾斜で必ず考えなきゃいけないのはもう傾斜に逆らわないっていうね。なので左足上がりなんでちょっと右にこう上へとか乗ってくる。なのでまあ通常の、まあ、フェースが右に上へとか乗ると、まあ、フェースが開く、ロフトが寝るので、まあ開かなくても高い球が出ますよと、うん、っていう、まあ、構えが一般的なこうセオリーな構え方かもしれないです。ここでも低いボールが要求される時はあるので、うん、そういった時にはもちろん逆らって左にこう構える。なるほど。でその時には考えとかなきゃいけないのは、必ず傾斜に逆らって立ったのでフォロースルーはこう突っかかる、はい、突っかかります。なのでフォロースルー出さないぐらいの感覚で素振りをしとかなきゃいけないですね。それは低いボールを打ちたいとき、低いボール、逆にまあセオリー通りの、まあ、傾斜に逆らわないスイングだったら、まあ傾斜なりにちゃんとこう振ってあげるっていう、まあ素振りをきちんとどっちにするかを明確にしてあげた方がいいですね。なるほど、うん、まあ今回の場合は上げたいボール、ね、上げたい場合、はいはい。であとは、まあ、サシさんがやっぱりちょっと最初シャンクしちゃったのは、構え方は良くなったんだけどどうしても早くこう目標に目がいってしまったりヘッドアップしちゃったりすると体が伸び上がってきて、まあ、フェースが開きやすくなってくるのでちょっとシャンクしやすかったのかなっていうふうには思いました、ね、はい。こんな感じかということですよね、
あのままコンコンって乗ってくれればよかったけどという。そうですね、はいはい、まあ今のは力感もなくて、うんうん、はい、まあ、ご自分も今の感じで振ってるつもりだったんですよね。つもりでした。ですよね。つもりでした、はい、ただやっぱり刺したのはね、どうしてもフェースを開いて最初打った時の振り幅は結構大きいはずですよ、うん、やっぱり傾斜地でのまあ心得っていうか、まあ傾斜に逆らわないって僕言いましたけど、あとはバランスよく、まあ、コンパクトに振るっていうね、うん、なのでそこがこうコンパクトに振れてない、要するにこうすごいこう軸がぶれやすいところなのに結構フェース開いて大きく振らなきゃいけないっていうような、スイングをしちゃうとどうしてもこう当たりづらくなったりとかっていうのが出たんじゃないかなと思います、うん、じゃあそれを踏まえて、はいはい、ちょっともう一球いってみましょうか。はい、はい、はい、うん、はいはい、まあ今のもちょっと突っかかりましたけど、はい、この傾斜自体が左足上がり、はい、つま先上がり、はい、これはもう絶対引っかかる、ボールが出やすいので、まあ、あのボール出したくなければ若干右狙わなきゃいけないよっていう、ね、なるほど、ただそれだけだと思います。なるほどですね、今の、打ち方自体は何も問題なかったと思います。はい、まあ、そもそもがちょっと開き気味になるのでと。そうですね、ただそこはね、そのプレイヤー自身がどんな球を狙ってるのか、佐々木さん多分すごい結構こう上げて止める球を狙ってるんだと思うんですけど、はい、まあ、そういう時にはやっぱり58度が必要になってくるでしょうし、僕みたいにこう手前からこうちょっと転がしていこうっていうイメージであれば、まあ、52度でもいいでしょうしっていうね、まあ、その番手選びもすごく人によって変わってくるのかなと思います。うん、さあということで、サシさんのラウンドレッスンどうでしたか。もうミスしまくりで、はいはい、もうズタズタにやられております。いやいや、これだけどミスした方が、そうですね、はい、チェックが入るのでいいですよね。そうです、はい、そうです。だからまあ、考え方、ラウンドの時の考え方をどうするかという風なのを、まあ、見てる方もちょっと、あ、俺の時はこうだなとか、はい、はい、思っていただきたいとは思いますが、今日のまとめとしてはいかがですか。ティーショットはやっぱり番手がね、選びは間違ってなかったんですけど、まあ、ちょっと残念なことに少し当たりが悪かったと、うん、でそこからの対応の仕方も、まあ、さっさん今後やってほしいのはやっぱり58度に限らず、うん、52でしたっけ、さっさんが持ってる52でやってみたりだとか、他の番手、もっとロフトの立ってる番手でも十分左足上がりだとボール上がってくれるので、そういう高さのコントロールをちょっとこう遊びながらでもいいのでやってもらったら面白くなるんじゃないかなと思いました。ラウンドしてみるといろんな課題がまた出てきてね、面白いですね。面白いですね、はい、ですよね、はいはい、散歩が辛いですね。散歩、そうや、散歩のつもりでって言われましたわ。辛い散歩でした、いや本当フルマラソン走ったぐらいの疲労感ですね。です、はい、おかげさまで、はいはい、いい勉強になりました、はいはい、ゆっくり休んでください、はい、ありがとうございます、はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。